はい、どうもボーダーです。今ですね、二年坂の近くに来ております。で、今日はですね6月5日の月曜日です。で、時刻は2時35分ですね。で、気温はですね28度で、結構まあまあ蒸し暑いですね。はい、ということで今日もですね、清水寺まで行きまして、ちょっとね人手状況とかね、どんなちょっと様子かっていうのを見に行こうかなと思います。なんかねもう動画あれですね、もう3日ぶりに撮ってるんですけれども、なんかすごい久しぶり感が出てますね。あ、1年だ。おびっくりした。もう3日ぐらい空いただけですごい久しぶり感出るの、なんでやろうね。おびっくりした。ちょっとねじる、ハト怖いっすわ。今日もですね外国人の方がとても多いです。スタバですね。ただね、ちょっと今からちょっとエネルギー補給をしに行こうかなと思います。もうね、お気に入りのこちらのねコーヒーですね。京都二年坂コーヒー焙煎工房です。ではちょっと中に入りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、来ました、これですよ。すごいね、豆もいっぱいたくさん入ってますね。ドリップバッグとかよいしょ。だから牛乳に関してではちょっとねコーヒーいただきたいと思います。めちゃくちゃうまいですね。やっぱここの子にやっぱね、何度も言いますけど勝てないですね。もうここ一番ですね、やっぱり。さあ、五重の塔ですね。まあ、八坂の塔とも言いますね。ああ、やっぱいいね、綺麗。めっちゃいいわ。いいっすね。まあやっぱ天気悪くてもね、やっぱこれはこれでいいね、味が出てていいっすね。 I guess maybe it is rice because it's
さとブロックしてる。もう欲しいか。いやいや。あ、おば、茶葉も白も。今はですね、三年坂に向かってますね。修学旅行生が本当多いですね。体験の妙。ここら辺ならブルーだ。入りますね。今日のあの三年坂は結構人が穏やかですね。さあメイン通りどうでしょうか。相変わらずやっぱ人が多いですね。すごいですね。本当に8割外国人観光客の方ですね。もうほぼ9割って言ってもいいかもしれないですね。恐ろしい。すごいわ。
りの中で。そうやね、全世界の言葉が反応してくる。こんなまれでもない。うわすごいね、多いね。わかりました。すごい人が多いですね。おお、すごい。から戻られた。お待ち中の生徒さん、折り上げ終わりに来てもらいましたか。いやーすごいな。はい、撮影所のカメラ。はい、乗った。はい、行くよ。はい、じゃあ行きます。よいしょ。はい、はい、はい、はい。Thank you.
你是到了两个台，还是新天一头脑？他说这个这个这个人转这个头脑。すごいわ。綺麗ですね。これいいね。いやめっちゃ涼しいわ。うわ最高。あ気持ちマジで。ちょっとこれでやれやな。ちょっと GoPro 冷やそうか。はい、では今からちょっと徘徊券をね、買ってきます。はい、では買ってきましたチケット。では今から中に入りたいと思います。
落とした。はい、何を？サングラス。それそこに挟んでたみたいな。そう。おお、すごい多いですね今日は。この店の中がね。めっちゃ涼しいわ。めっちゃ涼しい。東京タワー見えますね。あ、京都タワーか。今東京タワーって言ったかな。いやー、風が気持ちいい。マジで一気に汗が引きますわ。あそこから見られる。
京都タワーが見えますね、ここから。ああ、いいね、こっからの景色もまた綺麗です。いやー、いいね、何回見てもいいっすね。
この角度いいっすね。めちゃくちゃいいかも。あ、最高やね。もうちょっと行ったら舞台見ろ。まあ、あそこ。我爱这个花。すごい綺麗。这个人比刚刚，这个人比刚刚更多。你是我哥捐的我。啊。啊。はい、ではね、皆さん今日はこの辺りで動画を終わろうかなと思います。最後まで、動画見てくださりありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録の方もしていただけるととても嬉しいです。それではまた皆さん、またお会いしましょう。またねー。